リューチェルさんとペコさんの離婚についてと思いますか。前この番組でひろゆきさんリューチェルさんの話してましたね。あれ離婚ってリューチェルさんもペコさんも僕言ってないし書いてない気がするけど、なんでみんな離婚って言ってるんだろうっていうのが分かんないんですよね。いやなんか席は外したみたいなことを言ってませんでしたっけ。でも一緒に住みますみたいな。なんかその関係が変わって、その父は父でみたいなので、なんか離婚という言葉は使ってないから、どっちなんだろうと思って、なんか僕の中ではまず未確定だったんですけど、なんかみんな離婚で確定してるみたいな。いや、なんか離婚って言ってなかったかな。確か僕が見てる限りは、席外すって書いてました？いや、なんか今日の朝とかなんかテレビでやってたような気がしたけどな。あ、そうなんですか。じゃあ外したんですか。一緒には。住んでいきますよみたいなこと言ってました、うん、なんかインスタ見た限りはなんか普通に一緒に住んでいくんだったら別にそのパートナーになるっていう表現なんですけど、そのパートナーになるっていう表現がなんか離婚と取るのか、うんうん、男と女ではなくパートナーというのになりますなのかがあるので、なんかどっちなのかよくわからないなと思ってます、うん、まあでも2人で一緒に住んでね、お子さんもいらっしゃるから、うん、そこも自由な形でいいと思いますよ。いろんなパターンがあるから、うん、だからまあ別になんか家族誰も不幸になってないんだったら何のものじゃねっていう、はい、2丁目で働きながらね、実は家帰ったらお子さんと奥さんもいますって人もいますしね。はい、そうですね。別にそれ何の問題もないので、はい、皆さんお好きにしてくださいっていう。はい。だからまあ、リューチェルさんは女性だけに性的に求める人じゃないよっていうのは実は前から言いたかったみたいな、まあ、そういうのの告白かなと思ってるんですけど。うん、まあ、ね、例えばさ、あります？そういうの。男性にってこと？うん。男性にはないですね。あ、ないですか？